モトローラ MC6800 のアセンブリ言語のソースコードアセンブリ言語とはコンピュータなどのプログラミング言語の一種で原則として機械語の命令に1対1で対応した人間に理解しやすい文字列や記号で記述されるいわゆる高水準言語に対して低水準言語と分類される英語のアセンブリとは組み立てという意味でアセンブリ言語とは直訳すれば 組み立て言語の意味を持つ。アセンブリ言語で書いたプログラムを機械語プログラムに変換することをアセンブルという。また、それを行うプログラムのことをアセンブラという。なお、不正確な用法だが、アセンブリ言語の意味で、アセンブラ、またはアセンブラ言語と呼ぶ場合がある。また、初期のコンピュータでは、アセンブラをアセンブリプログラムと呼ぶ例もあった。 プロセッサが直接実行できる言語は、機械語である。しかし、機械語は二進数の羅列なので、人間には極めて理解しにくい。そこで、機械語を直接書くのではなく、ニーモニックと呼ぶ命令語でプログラムを記述することで、人間によりわかりやすくしたものが、アセンブリ言語である。ただし、アセンブリ言語の意味は口実のように個々のプロセッサに依存し、 プロセッサを介したハードウェア制御も含むため多くの場合は同一プロセッサを用いていてもソフトウェアの互換性は限定的である。アセンブリ言語の命令には機械語に対応したものとアセンブラに対する命令やマクロがある。これらが機械語と1対1で対応するためプログラマが CPU の動作を把握しながらプログラムを記述することができる。アセンブリ言語では 機械語に相当する低水準な操作、またはオペコードをニーモニックで表す。オペコードによっては、機械語命令の一部として一つまたは複数のオペランドが必要である。また、多くのアセンブリ言語はオペランドとしてラベルやシンボルを使ってアドレスや定数を表すことができ、それらの値をプログラム内にそのまま書くことを防ぐことができる。 マクロアセンブラはマクロ命令機能を備えており、アセンブリ言語のテキストに名前を事前に割り当て、その名前を使うことで、他のコードにそのテキストを挿入できる。多くのアセンブラは、プログラム開発を支援したり、アセンブリ過程を制御したり、デバッグを支援したりといった、付加機構を備えている。機械語は、実行したい、計算の内容、CPU の内部構造に依存した非常に単純な、 操作に分割、変換したものであるため、人間には理解しづらい。したがって、機械語を並べながらプログラミングするのは、人間のプログラマにとっては、負担が大きかった。そこで、機械語そのものを書く代わりに、機械語の意味に相当する短い記号や単語を対応させ、それを記述して、プログラミングをすることが考えられた。 世界で最初に実用的に稼働したノイマン型電子計算機とされるエドサックのローダでも原始的なアセンブラの機能がすでに実装されている。エドサックはワード思考アーキテクチャで命令帳が1ワードの固定帳命令のマシンであり、入力機器は紙テープでありキャラクター思考である。紙テープ上の A100 回という文字列から重心法を数値に変換するなどの処理を行い、 100番地の値をアキュムレータに加算するという1ワードの命令を生成するといった機能がエドサックのローダには実装されていた。機械語彙の変換は人間が手で行うこともある。これをハンドアセンブルと呼ぶ。単に定められた規則に従って記号や単語から機械語を生成するだけなので自動的に機械語を出力するプログラムが作られるようになった。 このプログラムをアセンブラという。コンピュータの歴史の初期には、このようなプログラムによって、機械語プログラムを生成することを自動プログラミングと呼んだ。ドナルド・ギリースは、まだ発明されていなかったアセンブラを開発中に、フォンロイマンから開発を即座に止めるように言われた。という1950年代初期ならではの逸話がある。当時は、人間が手作業でもできるような、 さまつな仕事をコンピュータにさせるような時代が来るとは考えられておらず、単に時間の無駄だとノイマンは考えたのである。アセンブラはアセンブリー命令、ニーモニックをオペコードに変換し、シンボル名をメモリー値や他の実態に変換することでオブジェクトコードを生成する。シンボル名による参照の利用はアセンブラの重要な機能であり、 面倒な計算やプログラム修正に伴うアドレスの更新の手間を省くことができる。多くのアセンブラはマクロ機能を備えており、よく使用する命令列をサブルーチン呼び出しではなくインライン展開することができる。パス回数実行ファイルを生成するのにソースファイルを何回パスするかでアセンブラを分類できる。どちらの場合もアセンブラは最初のパスで 各命令のサイズを確定させる必要があり、それによって、後に出現するシンボルのアドレスを計算する。命令のサイズは、後から定義される、オペランドの型や距離に依存することがあるため、アセンブラは、最初のパスでは、悲観的な見積もりをし、必要に応じてその後のパス、または、色田に手一つ以上のノップ命令を挿入して、隙間を埋める必要がある。最適化を行うアセンブラでは、 最初の悲観的コードをその後のパスで中密なコードに書き換えてアドレスの再計算を行うことがある。もともとワンパスアセンブラは高速であるためよく使われていた。マルチパス動作をするには磁気テープを巻き戻したりパンチカードのデッキをセットし直して読み込む必要があったためである。現代のコンピュータではマルチパスであってもそのような遅延は生じない。 マルチパスアセンブラは色たがないためリンク処理が高速化される。高水準アセンブラより洗練された高水準アセンブラは言語として次のような抽象化を提供する。クロスアセンブラとメタアセンブラクロスアセンブラはクロスコンパイラと似ており、あるプラットフォームで動作するがそのプラットフォームではなく別のプラットフォーム向けのオブジェクトコードを生成するアセンブラを指す。 小型の組み込みシステムなど対象システムでアセンブラを動作させられない場合に使用することが多い。その場合、生成した機械語コードを対象システムに転送する何らかの手段が必要である。単に機械語コードをバイト単位に転送することもできるが、ASCII 表現の転送用フォーマットがメーカーから提供されている。メタアセンブラはアセンブリ言語の文法や 意味論を記述したものを入力とし、その言語のためのアセンブラを出力するプログラムである。アセンブリ言語で書かれたプログラムは、プロセッサの命令に対応したニーモニックの列、ディレクティブや記事命令と呼ばれるメタな文、コメント、データで構成されている。ニーモニックとは、プロセッサが、機械語の命令に応じて実行する動作を表現する、英単語、または、その省略型で表現したものである。 通常の文はオペコードのニーモニックで始まり、パラメータのリストがそれに続く。中にはパイプライン処理などを最適化するために命令順序を入れ替えたり、ラベルの位置関係によってアドレッシングモードを最適化するアセンブラもあり、必ずしもソーステキストの記述とアセンブルの結果が直接対応するとは限らない。オペランドにはソースとデスティネーションの2種類があり、 データとして読み取られるのがソースでオペコードで示された命令の実行結果が格納されるのがデスティネーションである。ソースには定数レジスタメモリのいずれかデスティネーションにはレジスタメモリのいずれかを指定する。なお、オペランドの記述順序は上の例ではデスティネーションソースだがソースデスティネーションの順に書くアセンブリ言語もある。また、 オペランドの個数は命令によって異なり、典型的なオペランドは例以上のソースと一つのデスティネーションからなるが、プロセッサにより暗黙のソースやデスティネーションを持つために、それらを記述しない命令や、オペランドを持たない命令を持つ場合もある。例えば、次の命令は X86IA-32 プロセッサのもので、8ビット速、値をレジスタに入れる命令である。 この命令のバイナリコードは1110で、その後に3ビットのレジスタを指定する識別詞が続く。AL レジスタの識別詞は000なので、次に示す。機械語は、AL レジスタに0110001というデータをロードする。11 000 11 000 1 0 1 1 0一1 0 0 0 1このバイナリコードを人間が読みやすいように16、新法で表現すると次のようになる。 B061。ここで B0 は AL に後続の値をコピーすることを意味し、61は0110001を16進法で表したものである。インテルのアセンブリ言語では、この種の命令に MOV というニーモニックを割り当てており、セミコロン以下に説明的コメントを添えたアセンブリ言語での表現は次のようになる。MOVAL。 61H ロード AL with 97で閉まる。この場合、定数 61H が、ソース、レジスター AL が、デスティネーションに該当し、命令が実行されると、定数 61H が、レジスター AL に単純に格納される。これが、人間にとってはさらに読みやすく覚えやすい。ニーモニックとオペコードの対応は、命令セットアーキテクチャ、あるいは、 ここのアセンブラの実装により異なることもある。設計者の美意識であったり、メーカーの商戦略の性によることもある。違うオペコードの命令でも、同一のニーモニックの場合もあれば、同じオペコードの命令でも、オペランド違いなどで違うニーモニックを当てている場合も、ある。例えば、インテルの i8080 と、ジラグの Z80 では一部の挙動の違いはあれど、 共通する機能のバイナリは、ほぼ同一だが、割り当てられているニーモニックの分類や表記はまるで違うものとなっている。前述のインテルの MOV のように、データの転送の多くを、同一の命令あるいはニーモニックとする場合もあれば、データのコピー、移動の方向などによって、別々の命令あるいはニーモニックとする場合もある。インテルのオペコード1011万は8ビットの値を、 AL レジスタにコピーするが、101101は CL レジスタにコピーし、1011010 10は DL レジスタにコピーする。これらをアセンブリ言語で表現すると次のようになる。MOVAL1H ロード AL with immediate value 1。MOVCL2H ロード CL with immediate value 2。MOVDL3H ロード DL with immediate value 3。 MOV の構文には次の例のようにさらに複雑なものもある。MOVEX, EBIX, MOVE THE y o n BYTES IN MEMORY AT THE ADDRESS CONTAINED IN, EBIX INTO EX MO。MOV, SEX, CL, MOVE THE CONTENTS OF CL INTO THE BYTE AT ADDRESS, SEX。MOV というニーモニックを使った文は、その内容によって アセンブラが88から 8E、A0A3、B0B8、C6、C7 のいずれかのオペコードに変換するので、プログラマはオペコードを知る必要がないし、オペコードを覚える必要もない。アセンブリ言語から、機械声の変換はアセンブラが行うが、逆方向の変換の一部は逆、アセンブラが行う。高水準言語とは異なり、単純なアセンブリ構文と、 機械語命令には1対1の関係がある。しかしアセンブラは疑似命令を提供していることがあり、一つの疑似命令をよく使われる機械語命令列に展開する。例えば、大小比較による条件分岐命令を持たないマシンの場合、アセンブラで大小比較命令とゼロなら分岐する条件分岐命令に展開される疑似命令を用意したりする。 多くの高機能アセンブラは豊富なマクロ言語機能を備えており複雑なコード列やデータシーケンスを生成できる。コンピュータアーキテクチャはそれぞれ独自の機械語を持つ。アーキテクチャが異なればサポートする命令の数や種類が異なりレジスタの大きさや個数が異なりデータの格納形式が異なる。汎用コンピュータの多くは機能的にほぼ同等だが実装は異なるので アセンブリ言語にはその際が反映されている。機械語の命令セットはプロセッサによって異なる。命令セットが同じでも様々なニーモニックやアセンブリ言語の文法が存在しうる。一般にプロセッサの設計者あるいは製造者によって定義されたニーモニックが標準とされるが、アセンブラによってはこれと異なるニーモニックを用いる場合もある。アセンブラの開発者によって 用語の使い方に大きな差異があり、文の分類などが異なる。例えば、マシンのニーモニックや拡張ニーモニック以外は、すべて疑似命令と呼ぶ場合もある。典型的なアセンブリ言語は、プログラムの操作の定義に使われる命令文を以下の3種類に分類する。オペコードのニーモニックと拡張ニーモニック、アセンブリ言語の命令文は一般に非常に単純で、 高水準言語のそれとは異なる。一般に、ニーモニックは一つの機械語命令のシンボル名であり、個々の機械語命令には少なくとも一つのオペコード、ニーモニックが対応している。命令は一般に、オペコードと例以上のオペランドで構成される。多くの命令は一つまたは二つの値を参照する。オペランドには即値、レジスター、 記憶装置内のデータの位置を示すアドレスなどがある。拡張、ニーモニックは、オペコードと特定オペランドの組み合わせを表すのに、使われることが多い。例えば、システム360では、BC 命令にマスク15を組み合わせたものが、B、BC 命令にマスク0を組み合わせたものがノップという拡張、ニーモニックで表される。拡張、 ニーモニックは命令の特殊な用途をサポートするのに使われることが多く、本来の命令の名称からはその用途が連想できない時に使うことが多い。例えば、多くの CPU は明示的に NOP 命令を用意していないが、その用途に使える命令は存在する。8086では XCHGX、X, X, A、X という命令が NOP として使えるので、 アセンブリ言語でノップを記述すると、XCHGX-AX という命令に変換される。逆、アセンブラにもこのあたりを認識し、XCHGX-AX をノップに変換するものがある。同様に、IBM のシステム360とシステム370のアセンブラーでは、拡張ニーモニックノップと、 ノープアを使用し、それぞれ BC と BCR のマスク例の命令に変換する。スパークアーキテクチャでは、拡張、ニーモニックをシンセティックインストラクションズと呼んでいる。アセンブラによっては単純な組み込みマクロ命令を備えており、数個の機械語命令に展開される。例えば、一部の Z80 用アセンブラでは、LDHL、BC というマクロ命令を、LD、L。 c と ld, h, b という二命令に展開する。データセクションデータと変数を保持する、データ要素を定義するのに使われる命令文がある。データの型、長さ、境界を定義する。また、そのデータが、プログラム外部。一部のアセンブラはこれを記事命令に分類している。アセンブリディレクティブアセンブリディレクティブは、記事命令とも呼ばれ、アセンブラが、 アセンブリ実施中に実行すべき命令となっている。プログラマが入力するパラメータによって異なった形でアセンブルが行われるよう指示することができる。また、プログラムの見た目を操作して過読性と保守性を向上させるのにも使われる。例えば、記憶装置の領域を予約し、その初期内容を指定するディレクティブなどがある。ディレクティブの名称はドットで始まることが多く、 それによって、通常のニーモニックと区別している。疑似オッペコードといった場合、オブジェクトコードを実際に生成するディレクティブのみを指すこともある。ラベル、シンボルシンボリックアセンブラでは、任意の名前とメモリー位置を対応づけることができる。通常、定数や変数に名前を付けることができ、命令文ではそれらの位置を名前で参照できる。実行コードでは、 サブルーチンのエントリーポイントと名前を関連付け、サブルーチンを名前で呼び出すことができる。サブルーチン内では分岐命令の分岐先をラベルで示すことができる。一部のアセンブラはローカルシンボルをサポートしており、通常のシンボルとは語彙的に区別する。一部のアセンブラは柔軟なシンボル管理を提供しており、複数の名前空間を管理したり、 データ構造内のオフセットを自動的に計算したり、リテラル値や、アセンブラが実施した単純な計算結果を参照する、ラベルを割り当てたりすることができる。ラベルは、定数や変数をリロケータブルなアドレスで、初期化するのにも使える。コメント他の言語と、同様アセンブリ言語でもソースコードにコメントを付与でき、アセンブラはそれらを無視できる。高水準言語に比べて、可読性が低いため、 コメントの重要性は高い。これらの機能を多用することで低水準のコードのコーディングや保守の問題を大幅に単純化することができる。コンパイラや逆、アセンブラが生成するアセンブリソースはコメントがなく、自動生成されるシンボルが意味不明でデータ定義もないため非常に可読性が低い。マクロの使用はアセンブリ言語に限らず一般的な技法だが、 アセンブリ言語でのプログラミングでは特に有用である。M4 のような汎用のマクロプロセッサが使われることもあれば、アセンブラに組み込まれたマクロもある。以下では、アセンブラに組み込まれたマクロについて述べる。多くのアセンブラは、事前定義されたマクロをサポートしており、中にはユーザーが定義可能なマクロをサポートしているものもある。マクロは、命令列と変数や、 定数の定義を埋め込むことができ、その中にオペコードやディレクティブの列が含まれる。マクロが定義されると、その名前をニーモニックとして使用できる。アセンブラはソース内にマクロを発見すると対応するコード列に置き換え、元からソースにそのコード列が存在したかのように処理をする。マクロは短い名前だが、数行から かなり長い行数のコードに展開されるので、アセンブリ言語のプログラムの見た目を短くすることができる。また、マクロによって、アセンブリ言語プログラムに高水準の構造を追加でき、パラメータ付きのデバッグ用コードを埋め込むなどの利用法がある。引数が使えるマクロを持つものもある。中には洗練されたマクロ言語を備えたアセンブラもあり、オプションパラメータ、記号変数、 条件文、文字列操作、算術演算などの高水準言語要素を持ち、マクロ実行中にそれらを使用でき、またマクロがコンテキストをセーブしたり情報を交換したりすることも可能である。そういったアセンブラでは、マクロの引数に基づいて大量のアセンブリ言語命令、またはデータ定義を生成できる。例えば、レコード風のデータ構造や展開されたループを、 生成するのに使え複雑なパラメータに基づいてアルゴリズム全体を生成することもできる。そのようなマクロで大いに拡張されたアセンブリ言語を使用するとあたかも一種の高水準言語であるかのようにプログラムを書くことができることもある。メインフレームの時代にはマクロは特定顧客の大規模ソフトウェアシステムのカスタマイズやメーカーのオペレーティングシステムを 顧客の要望に合わせた特注版にするのに使われていた。例えば、IBM の VM、CMS、リアルタイムトランザクション処理用アドオン、6、ACP、TPF などで使われてきた。一方で、マクロには落とし穴も多い。最も単純なものとしては、式としての意味に従って変換されるのではなく、文字列から対応する、文字列に変換されるためによるバグがある。 例えば、次のようなマクロがあるとする。フー、マクロ A、ロード AB。このマクロは、フーという名前で、仮引数 A を取る。呼び出し、展開時に A に渡された自引数と B 糸をかけ、ロードする。しかし自引数が AC というような式であった場合、マクロとしては、ロード ACB と展開され、意図されていない結果を招く。これを防ぐには、 マクロ定義内で仮引数は常にカッコで囲むようにするか、呼び出し時に実引数が問題を起こしそうな式の場合はカッコで囲むようにする。このような問題はカッコの記述で解決することが多いが、マクロにおいて発生する問題として一般に容易に解決できないことが知られている名前の補足という問題がある。例えば直前の例のマクロの場合、 実引数が B という名前であったとすると、ロード BB となって実引数の事情を計算するという前述の例よりももっと意図されていない結果を招く。このようなマクロの性質を一般にこの分野の専門用語で不健全という。詳細は健全なマクロの記事を参照のこと。構造化プログラミングの要素を取り入れたアセンブラもある。最初期の例として、 コンセプトマイナス -14 マクロセットがある。ドクター HD ミルズが提案し、IBM の連邦政府システム部門のマービン・ケスラーが実装したもので、システム360のマクロアセンブラニーフ、エルス、エンディーフなどの制御構造を導入した。これは、ラトフォーなどと同様の発想で、コードの表面上からゴトゥを消し、制御構造風な読みやすいマクロでコードをかけるというものだった。 1980年代にはこの手法が広まった。独特の設計として、ホワイトスミススリミテッドが開発した8080、Z80 80プロセッサ用、ストリーム指向、アセンブラ A ナチュラルがある。この言語は、オペコードやレジスタ、メモリ参照といった要素をそのまま、扱えるためアセンブラと呼ばれているが、実行順序を示す構文を取り入れていた。カッコや、その他の記号で、 プログラムのブロック構造を指定したり、生成した命令列の実行順序を制御できる。A ナチュラルは同社の C コンパイラが仲介コードとしており、人間が直接使うものではなかったが、その構文にはファンも存在した。また構造化プログラミングとは若干異なるが、キャリーラボはベーシック風の文法のアセンブリ言語、ベースを開発した。 Z80 用のベースマイナス80と MC6809 用のベースマイナス09がある。ベースの表記例は、下記の通り。S A B X U A イコール80ドル。A イコール A ドル C 例。S A B X U PC 上記の記述は、下記のアセンブラ表記に対応する。PSH S A B X, U, LDA 80ドル。ダドル C0。パルス A, B, X, U, PC。その後、アセンブリ言語で大規模システムを開発することが少なくなり、アセンブリ言語の高機能化の需要が減っていった。それでも、資源の制約が強い場合や、ターゲットシステムのアーキテクチャが高水準言語の効率的使用を妨げている場合、アセンブラは有用であり、 高機能なアセンブラの開発も行われている。アセンブリゲイン語はごく単純なものまで含めれば、プログラム内蔵方式のコンピュータの最初期の1940年代から存在している。エドサックのイニシャルオーダーズはテープにパンチされた重心によるアドレスを内部表現のニッチに変換するなどの機能を持っていた。 ナサニエル・ロチェスターは1954年に IBM701 用アセンブラを書いている。1955年、スタンポリーが IBM650 用言語アセンブリーソープを開発した。アセンブリ言語は初期のコンピュータでのプログラミングでの入力ミス削減や時間短縮に貢献し、機械語コード参照やアドレス計算といった退屈な作業からプログラマを開放した。 その後高水準言語へと移行していったが、ハードウェアの直接操作、特殊命令の使用、性能向上といった目的で今もアセンブリ言語が使われている。特にデバイスドライバ組み込みシステム、リアルタイムシステムでよく使われている。歴史的には多数のプログラムがアセンブリ言語だけで書かれてきた。アルゴルの方言であるエスポールで書かれたボロ MCP が登場するまで、 オペレーティングシステムはアセンブリ言語で書くのが普通だった。商用アプリケーションもアセンブリ言語で書かれている。例えば、IBM のメインフレーム用ソフトウェアの多くはアセンブリ言語で書かれていた。コボル、フォートラン、PL、i n 初期のマイクロコンピュータではアセンブリ言語がよく使われており、OS やアプリケーションもアセンブリ言語で書かれた。これは、 リソースの制約が厳しく、メモリやディスプレイのアーキテクチャが特殊だったからである。また、マイクロコンピュータ向けの高水準言語のコンパイラがなかったという面も重要である。また、初期のマイクロコンピュータのユーザーは、ホビーストが主であり、何でも自前で作るという精神もそれに影響していたと見られる。1980年代から1990年代にかけて、 ホームコンピュータでもアセンブリ言語がよく使われていた。というのもそれらのベーシックは性能が低くハードウェアの全機能を利用できないことが多かったためである。例えばアミーガにはフリーウェアのアセンブリ言語統合開発環境 ASM-1 アセンブラーがありマイクロソフトビジュアルスタジオに匹敵する機能を備えていた。ダン・フレンチが開発した。 ビッグマイナス -24 アセンブラは1639バイトという小ささで世界一小さいアセンブラと言われている。アドレスをシンボルで表現でき、各種アドレス計算が可能だった。商用製品でアセンブリ言語を使う最大の理由は、使用メモリ量を最小にし、オーバーヘッドを最小にし、性能と信頼性を向上させるためである。 1980年代のビジネスソフトでは、例えば表計算ソフトロータス1から2から3などはアセンブリ言語で書かれていた。日本では松などが該当する。1990年代に入っても、コンシューマーゲームの多くはアセンブリ言語でプログラムが書かれていた。しかし、ゲーム内容が複雑化し、プログラムの規模が増大するにつれて、アセンブラでは開発が困難となり、 高水準言語による開発が主流となっていった。例えば、プレイステーションでは GCC が公式の SDK に含まれていて、標準の開発言語は C 言語であった。この時代のゲーム機は3次元コンピュータグラフィックスの積極的な導入が始まっており、ハードウェア性能も向上したことから、 C 言語による開発も十分可能となったが、コンパイラの最適化能力が未成熟だったことも、相まってハードウェア性能を最大限引き出すには、アセンブリ言語を駆使した、手動最適化や細かなチューニングが必要となることも多かった。セガサターンの最高性能を引き出して、プレイステーションに対抗するには、アセンブリ言語を使うしかなかったと述べていた、業界関係者もいた。 ただし一方で、ファミコン時代すでにメタルスレーダーグローリーやスーパーファミコンのマザーにシムシティ、プレイステーションのクラッシュ版リクーで開発の一部にリスプが使われていたという話もあり、当時のコンシューマーゲームの分野ではアセンブリ言語や C 言語がすべてだったというわけではない。2000年代初頭、マイクロソフトは原始的なプログラマブルシェーダーに対応した。 ダークテックス8.0をリリースした。このダイレクト 3D8.0 におけるシェーダープログラムはグラフィックスハードウェアに依存しない中間言語を出力することのできるアセンブリ言語を使用して記述するものだった。2001年には世界で初めてプログラマブルシェーダーに対応したコンシューマーゲーム機として初代 XBOX が登場したがこの XBOX に搭載されていた グラフィックス API もダイレクト 3D8X 相当のカスタマイズ版であり、CPU 上で実行するホストプログラムは C を使って記述する一方、GPU 上で実行するシェーダープログラムの記述にはアセンブラを使用していた。後に HLSL や CG といった高水準シェーディング言語が開発され、 HLSL に対応したダイレクト 3D9.0 以降はシェーダープログラムも高水準言語を利用して記述するようになった。ダイレクト 3D10 のシェーダーモデル4.0以降はシェーダーアセンブラではなく HLSL の使用が必須となっている。ゲーム開発の分野に限った話ではないが C や C のような C よりもさらに高水準の言語が主流になってからも コンパイラーが出力したアセンブリコードを解析して最適化やチューニングの余地を探るといった手法は一般的に行われている。アセンブリ言語と高水準言語を比較した有用性と性能についての議論はこれまでよく行われてきた。アセンブリ言語は口述するように特定の用途で重要な役割を演じている。しかし一般的には最適化コンパイラーは 人手で書かれたアセンブリ言語のコードと同等の性能を発揮すると言われている。最近のプロセッサやメモリサブシステムは複雑化してきたため、コンパイラでもアセンブリ言語でも効果的な最適化がますます困難になってきている。さらに言えば、プロセッサが高性能化するに従って、入出力やページングによる遅延が無視できないレベルとなったため、コーディングによる性能追求は、 多くのプログラマにとって大きな問題ではなくなってきている。開発者がアセンブリ言語を選択する状況として次のようなものがある。なお一方で最近のコンピュータの命令セットはその多くはどれも似ている。したがってどれか一つのアセンブリ言語を学ぶだけで基本概念、どんな時にアセンブリ言語を使用するのが適しているか、高水準言語から効率的な実行行動、 生成する方法をある程度は学習できる。より実践的にはコンパイラが生成したコードを確認したい場合といったようなものがある。コンパイラ最適化によって命令の置き換えや省略がされることもあり、高水準言語で書かれたソースコードをデバッグするだけでは原因がつかめない不具合が発生することもある。普段プログラムを記述するときは生産性や移植性を重視して 高水準言語を使っていたとしても、プロセッサごとの命令セット使用や低水準言語の知識も合わせて持っていると、デバッグの際に役立つ。普段は意識しないような場所であっても、何か理由があっていざという時には不分けできるということは重要である。これは、たとえ日常の計算には電卓を使っていたとしても、筆算や暗算などを通じて、四則演算の基本原則といった算数を学ぶ。 必要があることに似ている。また、生産性や移植性は劣るものの、高水準言語では、ユニックス系システムでは、アセンブラをアズと呼ぶのが一般的だが、実態はそれぞれの OS で異なる。GNU、アセンブラを使っているものが多い。同じ系統のプロセッサであっても、複数のアセンブリ言語の方言が存在する。アセンブラによっては、他の方言のアセンブリ言語も、 使用可能な場合がある。例えば、タッサムはマザム用コードを入力として受付可能だが、逆は不可能である。ファザムとナザムは文法がほぼ同じだが、サポートしているマクロが異なるため、相互の翻訳は困難である。いずれも、基本機能は同じだが、追加機能に差異がある。ありがとうございます。